アイスパチャンネルです。今日もね、アルケランドやっていきたいと思います。はい、プレイヤーレベル48まで来ましたね。でね、今日やっていく内容は、この約束の地の、フェリーの支店、今レベル5なんですけど、まあ結構いろんなものが買えるようになってます。まあ目玉は造形の核なんでしょうかね。で、装飾ね、装飾品ってこのゲーム、ゲットしにくくなっていて、特に SSR ですけど、自分もまだ1個しかないかな。図鑑で装備見て装飾見ると SSR1 個だけ。ただこれ持ってるやつはね、結構強いんですけど、物工プラス4%で、アクティブ光線中、会心率10%、会心ダメ5%っていう、めちゃくちゃ美味しいやつがゲットできてるんですが、まあこういう形で、まだまだ SSR のね、アクセはあるという形です。で、これだから、ほら、鎧とか、兜とかね、そういうのに比べると数が少ないと思います。なので、このフェリーの視点で、造形のやつをゲットして、何を、どこで手に入れるかっていうと、鍛冶屋ですよね。この鍛冶炉か、鍛冶炉が今レベル4になってると、このような形で造形のレシピがまあ一通り出てると思います。で、通常 SSR のところで言うと、これ全部かな、4つの項目すべてをゲットしようとすると60かな、このこれね、なんだっけ、造形の霊石が60必要なんだけど、個別になると40になります。で、ただそれプラス、さっきフェリーの支店で売ってた造形の核がそれぞれのね、部位ごとにあるので、まあ兜だったら兜の、これね、核を手に入れて霊石を40個すると、ランダムな SSR の兜というふうに限定してゲットすることができる形になってます。なので、フェリーの視点をある程度レベル上げて、造形の核を銀貨で買えるようにするっていうのは重要ですね。で、これ見ると、フェリーの視点にもう一回戻りまして、月にね、2回購入、兜とか鎧とか装飾とか全てですけど、だからこの銀貨ってまあまあね、重要っすね。まあまあっていうか、めちゃくちゃ重要かもしれない。なので、約束の地のマーケットで、銀貨をね、結構取れるようにしといて、まあ、ただ、これ月に2回で全てのところを2回買えるかっていうと難しいと思うんですけど、まあ、少なくともね、装飾は買った方がいいなと思っていて、自分はこれ今買います。で、これで月に2回装飾の SSR の武器をランダムで取れるようにするっていうことは、結構重要かなと思いますね。まあ、もちろんランダムなんで何が出るかはわからないんですけど、入手機会が少ないので、やっとく価値はありますと。で、これね、もう1個の造形の霊石、これに関して言うと、晩鐘の夢で獲得できます。で、晩鐘の夢、皆さんやってますか？晩鐘の雫がマックスですということで、自分はね、滞っちゃってんですよね。なぜかっていうとね、結構ね、途中で死んでそのまま無理やり進むと、そのキャラを、要は3ステージあるじゃないですか、ステージがね。で、それ以降使えなくなるんで、だから残ってるメンツのレベルっていうか、強さを上げて挑むしかなくなってしまうので、まあちょっと今止まってんですよね、これ。この40から45のところのノーマルの晩鐘の夢、止まってるんですが、これ、雫がこう3つあるじゃないですか。だから貯めとくと勝手に回復しないので、適宜使った方がいいんですけど、このね、前の方もこっちを探索中にしときつつ回ることができます。これ、気づいてない人もいるかもしれませんので、一応言っとくと。で、晩鐘の夢の3までがね、この構造の霊石っていうのが落ちます。こっちは SR 武器ね、 SR 武器が鍛冶炉で作れるっていうやつなんですけど、4以降になると、さっき言ってた造形の霊石っていうのがゲットできるんで、まあこれをね、やっぱり止まってても、この晩鐘の夢のところのこの雫がね、勝手に溢れてくんで、まあ、3つしか貯められないから、それ以降たまんないので、適宜やった方がいいんじゃないかなと。ただこれね、スタミナめちゃくちゃ使うんですよ。で、これ1回クリアしてると、これね、ほぼね、スキップでいきます。こういう形で行って、こういくと、スキップしますか。まあスタミナ使うんだけど、こういう形でね、だ結構早いから、
止まっちゃってる人はこういう風に前のところにちょっと戻ってやると結構楽に行きます。はい、まあ、ちょっとこれやってみましょう。だからこれへん途中はあれちょっと待って、はい、途中はね何やってもいいんですよ。先頭がスキップなんで、この辺も全部スキップでいいような気がするけど、一応こういう選ばされますね。でここでも造形の霊石と構造の霊石がもらえますので、やっぱりこれねコツコツやった方がいいんじゃないかな。もちろんスタミナ次第なんだけど、スタミナがなかったらできないんですが、晩鐘の夢をね結構、まあ、後回しにしがちな人いると思うんですよ。時間もかかるし、自分みたいに止まっちゃってっていうパターンもあるから、うん、だけど結構これ楽じゃないですか。あれ間違った、こういった感じで、まあ時間それでもかかるけどね、かかるけど、まあこういう形でダイヤも今出ましたね。はい、ここでも霊石が1個かな、造形の霊石、こういう感じね。まあまあまあ時間はかかる、まあまあ時間はかかるけどね。はい、ここをクリアして、まあスタミナ問題ですよね本当に。まあ自分はねもう40ダイヤは砕いてますね毎日、うん、で60ももしかすると言っていいかもしれない、それね気分でやってる。40は砕いてます。はい、で最後だけね戦わないといけない、最後だけこのキャラを選んでっていう設定までやらされる、ここまでやらされてここからオートができる。だからこれはちょっと見ないといけない、スキップはできないんだよね。これなんでかね、ここもスキップでいい気がするんだけど、まあちょっとこれはしょうがないんでね。だからまあ晩鐘の夢もなるべく先に進んで進んでってやって、こういう風に周回のところをちょっと手前でやるっていう形で霊石をねコツ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 集めることによって、まあ1回回るとまあステージにもよるけど何個かもらえるわけじゃないですか。で40個で造形の核は必要ですけど、月に2回それがもらえるわけだから、 SSR の装飾だったら4080だよね。造形の霊石を80あれば核が2つまあもちろんあるっていう条件付きなんですけど、2つね SSR 装備がゲットできるということになるんで、これは結構重要かなと思います。はい、そういった形でクリアするとここでも造形の霊石が、4つだよね。だから最初52個だったから6個ね集まりますという形になってます。結構美味しいですよね造形の霊石ね、うん、はい、ということで晩鐘の夢もまあコツコツやりましょうっていう話と、カジロのね SSR これもしっかりやりましょうということで、今7月まだ始まった間もないんで、ちょっとその辺もね今月やっていただけるといいかなと思います。ちょっとカジロでねどんなもんが出るか1個やってみましょうか。 SSR 装飾ね、いやー美味しいんが出てほしいけどね。はい、行きましょうね。はい、行きます。お、あーなんだこれ、回復効果プラス 6%、 レンジャーアーチャーと応戦中仏鋼箱、うーん回復効果か、まあ悪くはないっすね、悪くはない。はい、まあこんな感じですね。はい、ということで本日はですねカジロと、晩鐘の夢かな、その辺に関してね話をさせていただきました。参考にしていただけると幸いです。お疲れ様です。